熱海市で起きた大規模な土石流災害を受けて、県庁内に新たに盛り土対策課が設置され、発足式が開かれました。盛り土対策に本腰を入れなければいけないと、そういう県の決意が分かっています。今日から始動したのは、危険な盛り土の規制や監視業務を行う盛り土対策課です。これまで法令ごとに担当部署が異なっていた盛り土の対応を一つにまとめました。盛り土対策課は警察などを含めた13人で構成され、県内各地の出先機関と一緒に遠隔監視カメラや監視車両を駆使して、違法な盛り土の早期発見、指導に当たります。今回の熱海の災害はですね、市町と連携がなされてなかったというのがあります。今以上ですね、市町と連携を図りながらですね、二度と同じような災害が起きないように情報供給、あと県の中の各課と連携をしてですね、もう二度と災害が起きないような情報共有をしたいと考えています。一方、土石流被害に見舞われた熱海市でも、新規採用の職員23人に辞令交付が行われました。金井新一郎副市長が、土石流災害とコロナ禍の2つの苦境を乗り越え、伊豆山の復興と新たな時代を切り開いていく必要があると、市長訓示を代読しました。一熱海職員としてできることは小さいかもしれませんけれども、やはりその先に熱海市民でいろんな思いを抱えていらっしゃる方々、熱海に期待されていらっしゃる、熱海外の方も含めてですね、そういった方がいらっしゃるということを常に意識して仕事したいなと。熱海市全体で復興を目指していると思うので、私もその支えになりたいと強く思っております。新年度になり、新たな部署、職員が土石流からの復興に向き合います。